こんにちは。今日もトレーニングを始めてとっても偉いです。最後まで一緒に頑張りましょう。これ一本で全身の筋肉を鍛えていきます。まずはヒップリフトです。仰向けになって膝を立ててください。足と膝は拳一つ分開き、足で床を押してお尻を持ち上げていきます。持ち上げた時にお尻にキュッと力を入れて、肩から膝までが一直線を目指して、腰は反りすぎないようにします。お尻をキュッと締めて丁寧に繰り返しましょう。お尻の位置が持ち上がり、お尻と足の境目がくっきりとします。次はお尻を持ち上げたまま右足を伸ばして上下させます。お尻の位置が下がってこないようにしっかりと左足で押して支えましょう。右足やかかとを押し出し、しっかり膝を伸ばします。足を下ろした時、腰が反りすぎないように意識します。片足にすることでより負荷をかけています。頑張りましょう。その調子です。今度は足を入れ替えます。反対です。お尻が下がってこないようにしっかりと右足で地面を押して、左足は伸ばして上下させます。かかとを押し出して下ろした時もかかとは地面につかないようにしましょう。次は足と膝を閉じてヒップリフトをします。軽く膝を押し合うようにしながらお尻を持ち上げていきます。足をくっつけて行うヒップリフトはより内ももに効果があります。O脚にも効果的です。内ももに効く感覚が弱い人は膝と膝にクッションを挟んで軽く潰すようにしながら繰り返すとより効果が感じられます。焦らず丁寧に。あと少しです。頑張りましょう。さらに内ももを追い込んでいきます。体を横向きに、上体は手で支え、下の足をまっすぐ上に持ち上げます。上に、上に、できるだけ高い位置で上下させます。つま先までしっかり伸ばして、伸ばした足が体の前に抜けてしまうと引きが弱くなってしまうので、気持ち足を後ろに引くぐらいで行うとまっすぐを維持しやすいです。とにかく内ももに効いている感覚を大切にしながら繰り返します。骨盤が床に当たり痛い方は床と骨盤の間に重ねたタオルを敷きましょう。切り替えです。反対を行うので体の向きを入れ替えます。つま先までしっかりと伸ばし、できるだけ高い位置で上下させます。最後まで諦めず足を遠くに引っ張ります。よく頑張っていますね。さあ最後のお尻の追い込みです。四つん這いになりましょう。右足からまっすぐ伸ばして斜めに持ち上げていきます。足はつま先まで伸ばし、お尻を縮めるイメージで足を持ち上げます。腰を反ると力が抜けてしまうので、背中は軽く丸めた状態でキープします。お尻をぎゅーっと縮めるイメージで、諦めずに頑張りましょう。
お尻のトレーニングは美脚にも効果があります。反対です。左足を斜め後ろに伸ばし持ち上げていきます。腹筋を使って背中が落ちないように注意しながらお尻をぎゅっと縮めていきます。しっかりつま先まで伸ばして、あと少しです。よく頑張りました。繰り返していくことでメリハリのついた足とお尻に変わっていきます。次は背中を鍛えていきます。うつ伏せになりましょう。バックスクイーズです。顔は持ち上げ、息を吸いながら両手を回して肘を背中に引いていきます。手を回すと同時に胸も引き上げ、肩甲骨をしっかり寄せましょう。両手を前に戻すときも手は浮かせた状態です。背中をぎゅっと絞るイメージで。背中を鍛えると姿勢が良くなり、後ろ姿も若々しくなります。しっかりと肘を後ろに引いて、あと少しです。次は両手を向かい合わせ、まっすぐに伸ばして上下させます。両手を遠くに引っ張りながら息を吐いてゆっくりと下ろしていきます。肩が詰まって苦しい方は両手を Y の字ぐらいに広げても構いません。残り10秒です。しっかりと追い込んでいきましょう。次は腕を引き締めていきます。仰向けの四つん這いの姿勢になります。手の指先は足の方を向け、肘を後ろに引くようにプッシュアップを繰り返します。二の腕のタプタプ気になる振り袖の部分、三頭筋を鍛えていきます。肘は後ろに引いて、体重は後ろにかけるようにしながら繰り返すと効果的です。目線は天井のまま繰り返していきます。あと少しです。ゆっくりでいいので諦めず丁寧に繰り返していきましょう。よく頑張りました。次は仰向けハイプランクでキープです。手はそのまま足をまっすぐ遠くに伸ばしてお腹を引き上げます。腕と背中、特に腰回りを強くしていきます。目線は天井で、お腹が落ちてこないようにしっかりと支えましょう。呼吸は止めず、あと少しです。残り10秒です。5、4、3、2、1。よく頑張りました。さあ、ラストは腹筋を追い込んでいきます。ここで諦めたらもったいないですよ。仰向けになり、膝は90度に持ち上げます。まずはクランチです。息を吐きながらお腹を丸めていきます。シュッと息を吐き切りながら腹筋を丸めていきます。腹筋を極限まで縮めるイメージで、しっかりと息を吐き切っていきます。次はハンドレッドです。膝を立て、上半身をギリギリまで倒します。
両手を指先までしっかり伸ばし上下させます。息は5回吸って5回吐きます。スッ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 ハッ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 スッ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 ハッ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 とテンポよく繰り返します。力強く地面を押して、その調子です。頑張って。次はキープです。肘を後ろについて足を遠くに伸ばします。腰は反らないようにしっかりと腹筋に力を入れて丸め込みます。一番お腹がプルプルする位置でキープします。呼吸は止めずに。残り10秒です。5、4、3、2、1。次はロシアンツイストです。膝を立てて上体を後ろに倒したまま、重ねた両手を交互にタッチしていきます。できるだけ後ろの床にタッチして、しっかりと上半身をねじっていきます。重心は後ろにかけたまま、起き上がってこないようにしましょう。きついのは効いてる証拠です。その調子その調子。次はプランクツイストです。肘をついたプランクの姿勢から、お尻を口角ように動かしていきます。脇腹に効いてるのを感じながら大きく動かしましょう。本当によく頑張りました。次でいよいよラスト、プランクで締めましょう。足は腰幅、肘をついて頭からかかとまでが一枚の板のように、腰が落ちないように腹筋に力を入れて、お尻は持ち上がりすぎないように気持ち下げます。目線は斜め前で、呼吸を止めずにキープします。強い体幹を作っていきます。自分との戦いです。最高の姿勢でラストを迎えましょう。5、4、3、2、1。よく頑張りました。今日も最後までやり遂げた自分に大きな拍手を。日々の積み重ねが未来の自分を作っていきます。高評価とまだの方はチャンネル登録も忘れずにお願いします。オンラインジムキウイで私と一緒にライブ配信でダイエットをしよう。詳細は概要欄から。それではまたこちらの動画で会えるのを楽しみにしています。お疲れ様でした。